ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん。さあさあさあ、今日はなんか、なんすかこれは。はい、新企画、新企画、番組で使ってほしいジャニーズジュニアを推薦します。おお、ジュニアじゃない子もいるんですけども、平野翔くんの天然はいます。あ、もう引っ張りだこ、引っ張りだこじゃないですか。引っ張りだこね。だけどもう昔からのファンはもう天然なのは知ってたわけですよ。もう知ってますよ。もうエリンギプールなんかもう昔から知ってる言葉ですよ。ワイドジャーニーで、はい、エイプリールフールのことをエリンギプールって言っちゃうっていうね。そう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 、前中にぶつかるなぶつかるなと思いながら歩いてぶつかるとか、もう前からね知ってるトーク。それが地上波で流れて、で世に天然だって広がったんですけど、もう逸材がいっぱいいます、ジャニーズには。あ、そういう企画ね。それをおすすめしちゃおうと。そうなんです。テレビ業界にこれが伝わるように皆さん、はい、うん、拡散していただいて、念じればいいですね。そうです。届けて。ダメです。拡散してください。行動にしなきゃいけない。はい。あ、念じるだけだから。念じる。届けて。そうなんです。逸材がいっぱいいます。でも万が一よ、決まったりとかしたら泣くよそれ。いや本当だよね。これきっかけだった可能性高いとか思うかもしれない。ちょ、いくつか番組用意してるんですけども、はいはいはい、まず一つ目、はい、じゃじゃん、しゃべくり7。おお、いきなりこんなでかい番組。はい、僕らも何度か出てお世話になっております。今日はね、そうだ、正月とかのスペシャルでちょっとネタやらせてもらったりとか、うん、そういう回3回ぐらい出させていただいて、トークゲストはないもんね。ないですけど、しゃべくり7でこの人たちが出たら張り切って頑張って場が盛り上がるという人をおすすめします。結構出てるよ、しゃべくり。誰だと思う？ジャニーズもいっぱい出てるよ。まあ結構ね、よく番宣とかでね、そう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 、多いですけど、誰だと思います？あのお笑い怪獣たちを。でもやっぱ天然とか、うん、やっぱそういう人じゃないと、うん、みんなも面白がらないんじゃないかなってのあるから、うん、あれだな、誰でしょう、もう何発するか分かんないような人。ああ、ボビーオロゴンかな。ボビーオロゴンジャニスじゃないだろ。うわ、俺にやるしよってこれ出るんだよね。盛り上がるけど違うんです。違うの？何？紹介しましょうか。はい、じゃじゃん。おおおお、あ、浜中ブリッジ君とムロリュウタ君。まあ、ジュニアではないですけど、もうジュニアの枠はもう飛び出てる感じだけどね。あ、ムロか、まあジュニアか。もうこの二人はもうとにかく面白いです。うん、そして、有田さんとか、うん、あの辺とかがいじっても、ネプチューンさん、ネプチューンさんいじってもムロ君がバンバン、いやーそれは完全にトーク要因なんなんすか。あ、でもリアクションもいいしね。で、浜田君もゆっくりと喋りだけど、すっごいシュールなこと言ったりする。そうだね。うん。これも跳ねます。なるほどね。そして、ホリケンさんの無茶ぶりとかも、たぶん、ああ、できると思うな。ただ、もう一ついて、はい。そこは、ここをぜひ、出てもらいたい。はい。A グループ A グループなるほど。A、でもこの辺はちょっとよぎった。もう関西で鍛えてますから、うん、で特に、まあ、リチャード、福本くんとかね、うん、福本くんなんかギャグいっぱいありますから、ホリケンさんと対決なんか。そうだね。でしょ、だってスノストが出たよね、一緒に2組同時に。そういう時とかもやっぱりギャグあるとか、そういうのやっぱ強いから。福本くんこいますから、うん、末澤くんもちょっとなすかちょっとっていうリアクションとかもめちゃくちゃ多いですから。いじればね、もう噛めば噛むほど味が出る。そう、ジャニーズジュニア界のスルメだと僕思ってる。そう、ぜひA グループ、はい、ここはですね、出たら盛り上げてくれます。はいはいはい、はい、みんなも張り切ります。ここいいね。前へ爪痕残そう、爪痕残そうと頑張ります。ここは A グループな、爪、傷口なんか使わなきゃいいけど。で、上田さんはもう、上田さんはですね、もう全部拾ってくれますから。うん、僕たちもね、何度もお世話になって、大したこと言ってないのに全部笑いに変えてくれて、うん、上田さんが天才、天才上田さんがいれば大丈夫です。もうでもなんか見えるよね、やっぱね。見えるでしょ、うん、ここはすごい神回になると思うので、ぜひしゃべくり7の皆さん、スタッフの皆さん、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、ね、続いてまた日本テレビですよ。いや、日テレさんやっぱり視聴率いいですからね。化け物番組、化け物番組多い。これはすごいです。はい、おはよう花まで行ってキュー、キュー。これだって手越くんのね、そう、ちょっと、後釜ってこと、後釜になるようなメンバーいる、います。まあ、結構あのネットとかではなんかいろいろコメとか、あああったね、一時期あるけど、それをジュニアで考えてみたいと思う。もう全然分かってない。分かってない。もう面白さを追求すればいいんですよ、うん、はいはいはい。一滴言う、別にメインのことなくてもいいしね。そうなんです。ね、あのね、女同好会みたいなあるじゃん、女子の、うん、ああいうグループでもいいしね。いいです。あのこれはちょっと俺も誰だと思ピンときた。もうだって、うん、もう体力勝負だったりもするわけです。そうです。でリアクションもいいでしょ、うん、ボビーオロゴンしかいない。なんでボビーオロゴン俺も買ってるから。会ったことはないでしょ、多分。なんとか、多分ないと思うけど、ボビーないでしょ。来るなって思ってるから俺も。もう来たの。いや、俺が発掘したボビーオロゴンだと思うな。僕がおすすめするのは、うん、スタッフの皆さん、この方です。タンタン、ホーユー。おー、ホーユーだってしゃべくりも出たじゃない。出た。しゃべくりも出て、そこでも晴れて、すげえこいつらってなったじゃない。知らない人も、うん、何この人たちってなったわけですから。いや、もうあるんじゃない。こういうは、うん、もうとにかく NG なしで何でもします。何でもする。うん、多分もう全裸で何かのジャンとか全然するな。前張りだけで全然するするでしょそしてお祭り企画絶対頑張ります。ここは結果出す、結果出しますでしょ。うわ、めっちゃ合うじゃん。松崎くんなんかもう多分YouTube みたいな。ああ、あんなのもいいね。あんなのやらせても全部面白いし、はい、あのジェットコースターとか乗って風当たってカップブワーってなってる絵とかも、いい表情だね。全部やってくれると思います。これはもうそんな枠取られたらもうオカリナがビビっちゃうんじゃない。ビビるビビる一回ほんと使ってみてください。すごい面白いが取れると思います。ここはもう、これはもうすぐだってね、まあ、イッテ Q 自体がね、うん、やっぱりいろんな出てるわけじゃない、うん、いろんなコーナーがあるから、うん、どこにも対応できる感じだなと思う。できるでしょ。で、うん、ここもダンスもキレッキレだから、もう体力もあるし、うん、もう雑草魂で多分何でもやってくるんで。うちら一切出たことないけど、はい、あのもともとイッテ Q ってあの電波処理のスタッフさんとか結構多く入って作ったりっていうのはあるじゃない、うん、だから結構体力勝負だったりきついことやったりとかがあるけど、うちらも電波ショーに出てたから、昔実は出てたから出てたんです。そのきつい本ね、どんだけ取ってここしか使わないとか分かってるじゃない。そう。でもずっと全力で頑張れる人たちだと思う。僕たちはもう後半ね、慣れてきて、うん、あ、ここ使わねえだろうなと思ったらもう手抜いてテレビ的なそうここ大丈夫だけ頑張るって、あとはもう手抜いてバーってやってましたけど、ここも全力でやってくれます。やってくれると思うな。はい、全力でやらないとハプニングも起きないしね。そうです。そうなんです。そして、はい、フジテレビさん、フジテレビさん行きましょう。ドッキリグランプリ、あ、これもあるでしょ。菊池風磨くんとかね。うん、だってね、もうこれはある。ジーコも出てるし、ジーコも出てますし、お世話になってます。お世話になってます、ありがとうございます。ちょっとおすすめの子がいるので、ぜひドッキリグランプリの皆さん、ぜひドッキリグランプリの皆さん。だってこれだって芸人で言ったら、うちらはモノマネって JP も出たりとかさ、出てる。意外とだから、うん、下手したらうちらでいつ声かかるかかけられるか分からない。分からないです。これがドッキリグランプリの可能性あるからね、今ね。え深夜持ち込み企画だけど、今ドッキリグランプリの可能性あるから。売れたかもしれない。あのこれはいいよ、ジュニア枠あると思う。全然誰かいますよ。そう、ボビーオロゴン以外でお願いします。ね、じゃああのね、ボビーオロゴンの弟の、いや、もういいわ。なんだっけ、だいたよね、俺ボビーオロゴン弟いたよね、たよ、格闘技で。僕がおすすめするのは、はい、ダダン、宇宙シックス、あ、ハラくん、ハラちゃん、ハラちゃんか。ぜひ宇宙シックス、ハラちゃん、彼はですね、もう見た目筋肉ゴリゴリの、うん、あのスラムダンクのゴリみたいな感じの、うん、なんですけども、リアクションがとにかく素晴らしい、うん、でいじられキャラ、みんなからわかる。でぜひね、あのアイランド TV ってジャニーズやってるんですけど、はいはいはい、そこで宇宙シックスの、うん、見てもらえれば、見てもらえれば、ハラちゃんめちゃくちゃドッキリかけられてます、はいはい、仲間から山本君とか、ね、うん、その時のリアクションとかをぜひ見ていただければ、参考 VTR がもうあります。あ、もうある。あ、本当、話が早い、
話が早いドッキリグランプリさん、ぜひ見ていただいて、これはもう、はい、東野さんも気に入る、気に入る、絶対東野さん、小池栄子さん気に入る、はいはい、でそれで、ね、多分村川さんもいける、ああなるほどね、なんでやなっていう、もう AFP も行きますけど、もう僕はここいいね押してますんで、ぜひ宇宙シックスをよろしくお願いします。フジテレビさん、宇宙シックスよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、出ましたよ、これ俺気になったのよ、見えるかな、 NHK って書いてるんですよ、 NHK、 これだってもう試して合点以外ないでしょ、試して合点、試して合点 NHK じゃないか、いや NHK、 NHK か、 NHK 試して合点は考えてなかった、試して合点じゃないの、僕がよ MC 候補じゃないの、じゃないです、誰、ファミリーヒストリーという、ああ、この番組めっちゃ好きだよね、大好きなんですよ、あの先祖を辿っていくっていう、辿ってって、その自分の知らない先祖の歴史を知るってやつでしょ、どうやっておじいちゃんおばあちゃんは出会ったのか、うん、これすごいよね、掘り方が、掘り方が本当すごい、出たいもんね、だから兄弟だから同じ流れになるわけじゃない、だって徳光和夫さんが出た回で、あと競馬大好きなんだけど、うん、で先祖辿っていったら福永祐一騎手とつながってる、実は親戚だったっての分かって、えぇーってなって、これから福永祐一買いますって言って、だって調べたらジャニーズどっかつながってる可能性もある、下手したらそういうの見つけてくれるかもしれない、そうそうそう、これおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんのこっから広がったら、実はここ平野紫耀君だったとかあるよ、これ実はあるかもしれない ね、僕らのおじいちゃんおばあちゃんも京都ですから、そうだそうそ そう関西の人だから、関西だからどっかとつながってるかもしれない、ね、A グループにいた可能性も、それはないです。でもこれ誰よ、だってこれ全然家族でどうのって俺あんまりイメージつかない、これ分かんないでしょ、これ全然考えたけど分かんない、ファミリーヒストリーのスタッフの皆さん、僕がおすすめするのはこれ、本当にいいんじゃないこれ、トラビスジャパン締めかけリュウヤくんです、締めちゃん、なぜか、え、締めちゃん、なぜだと思います、この名字が変わってるからどういうことなのかと、あ、そういうな、やっぱそういうこと、日本全国で締めかけという名字は300人しかいない、だから300人、うん、その珍しい名字の中、300の中でこんなイケメンが生まれるっていう、はい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 、こんなイケメンの先祖どないなと思う。なんで関西弁食べられたの、気になんない、いや気になる、言われたらめっちゃ気になる、そういうことね、なぜ締めかけ、締めちゃんが生まれた締めかけ家をこう辿るってことね、なんかね、締めかけの由来かなんか縄を、あー、締め縄、そうを、これ753みたいな感じで縛ってっていう、うん、それがなんか名前の名字の、なんか結構なんか 神々の道路とかそんな神社系とかなんかあるのかな、なんかですね、こう縄らしい、へー、を締める、うん、よく締めてた人ってなのか、ああなるほど、そっちかもしれないし、ね、どういう流れでこう締めかけなったのか、すごいね、だってか今思ったらそういう龍也って名前もなんかトータルでなんかもう神々しく感じてくるよね、すごい戦国武将とかの実話とか、はあ、言われたら気になるな、あの NHK さんでね、あの名字の番組もあるのよ、ああ知ってる、もう分かんない、あの佐々木系のなんか、うん、そっちでもいいねとか、そっちでも使える、はい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 、これ NHK さんぜひよろしくお願いします、これもうね NHK のスタッフはここヘビーユーザー登録してくれてるはずなんで、うん、はい、社長ぜひファミリーヒストリージャニーズジュニア締めかけ君出たら 100% 数字取れますから、取れます、もう取れますから、ぜひこれよろしくお願いします、さあ、僕は今回第1弾、そうだ、だっていっぱいあるじゃん番組なんてね、山ほどあります、ね、山ほどあるよ、はい、これちょっとだからもう一回最初言ったけど、うん、皆さんに広めてくださいってことで、届けってことなんで、これを本当に番組のスタッフの目に届くように皆さんが拡散していただいて、そしていつかこう出てくれた時にぜひよろしくお願いします、はい、はい、というわけで第1弾、うん、じゃあ第2弾お楽しみに、あるってことね、あります、はい、じゃあ楽しみにしてますね、皆さんね、ジャニーズ Jr. 応援だけじゃなくて自分たちの力で広めましょう、バイバイ。